は？あの子はどこ？一体何が起こってるの？怖がってる場合じゃない。ラフィーを見つけるんだ。すべき感情か。お姉ちゃん逃げて。兄さん、かつてこの場所で地獄の蓋が開いた。そして今夜旧姓の力が復活する。ライフテッドの命を生贄にして。何を言ってるの？話しなさい。それは世界への捧げ物だ。なんで？もう絶対に助からない。嘘だ嘘だ嘘だ。やはりお前は感情に従うのだな。
手でゴーマを食らうゴーマ。フーマか。アーサをよく見る。村にゴーマ病が広がったのだ。案ずるな。この痛みは私が。ハイマシアルトリウスコールブランドが止める。鳥がなぜ飛ぶか、これが俺の答えなんだよ、ベルベット。アーサー、許さなくていい。全ては私の罪だ。アルトリウス！こうして私の世界は終わった。あれから3年。落とされた闇の底で私は喰らい続けた。ゴーマの血と肉を。生きるために生きて、あの男を、弟の仇を殺すために。
あの男はどこにいる？まずは試さねばなりません。教える価値があるかどうかを。はっ！我が日はシャッカ！フォトンブレイク！羽舞台！羽舞台！見切った！行くわよ。はっ！価値がなければ殺します。お覚悟を。羽舞台！そこよ呪い。クリア。ははそこよ呪い。羽舞台！なっちまった、なっちまった。はっ！そこよ呪い。なっちまった、羽舞台！そこよ呪い。クリア。そこよ呪い。クリア。呪い！はっ！羽舞台！羽舞台！そこよ！呪い！クリア！そこよ！呪い！クリア！やっ！そこよ！呪い！クリア！なぜ全力を出さない？合格ですね。それがわかるなら。あの男の精霊が、この程度のはずないでしょ。もうあの方の精霊ではありません。うん。まず、この3年間に起こったことからお話ししましょう。今、世界には多数の大魔師が存在し、組織だってゴーマに対抗を。いえ。アルトリウスはどこだ？ミッドガンド領にある、王とローグレスにいらっしゃいます。知らなくてよいのですか？あの夜見たものが何なのか。あの夜、あの方がなされた儀式を境に世界は変わりました。多数の精霊が降臨し、それを従えた大魔師たちがゴーマの反乱を食い止めたのです。今や大魔師の組織聖霊を率いるあの方は、王国からも民衆からも絶大な信頼を得ています。人を守る盾にしてゴーマを狩る剣、救世主アルトリウス・コールブランドとして。ライフィセットを犠牲にして得た力でしょう。ですが、まだ完全ではありません。今なら殺すことができます。なぜあんたが？理由は、無事に脱獄できたらお話しします。脱獄か。いいわ。誰が何を考えようが、私はアルトリウスを殺す。それだけよ。首輝は断ち切りました。急ぎましょう。
まずは装備を。この先の部屋に武器がありました。騒がれてはいません。当然ね。この部屋で装備を整えましょう。囚人から没収した品が保管してあるようですね。ロープか。これは使える。すごい刀。その太刀はゴーラン？なぜこんなところに？私には大きすぎる。いいのですか？ゴーランは希代の名刀ですが。どんなにすごくても使いこなせなきゃ意味がない。よし、準備はよろしいですか？何をしている！効果器をつけて。ただの兵士ではありません。二刀耐えます。流行だ。慣れたものね。言ったはずです。私はもうあの方の精霊ではないと。船の用意は？ここが島だとご存知だったのですね。ええ、凶悪犯を集めた監獄島ってことも、ゴーマが大勢収監されてることも、餌が命乞いしながら教えてくれたわ。港は島の表と裏に一つずつ。私の船は島の裏手につけてあります。了解。裏の港ね。あれは特殊な霊力の塊。ある精霊一族の魂のようなものです。3年前の降臨の日以来、世界中に出現しました。降臨の日。これもあの夜の余波なのか。集めておけば、その精霊一族の協力を得られるかもしれません。信じろって？強制するつもりはありません。どうするかはあなたが決めてください。とりあえず拾っておくわ。使えるものは何でも利用する。はい。そうでなければあの方は殺せないでしょう。
警備が来ます。数は二人。こっち。聞いたか。島の外周道が立ち入り禁止になった。地盤が緩んで崩落の危険があるらしい。監視塔の下を通る道か。もともと感動だし、問題はあるまい。港をつなぐ近道だったんだがな。港をつなぐ外周道。監視塔の下。警備兵が数名、所在不明になった。何者かが島に入り込んだらしい。全大魔将は2体に分かれ、表門と裏門に集合せよ。了解。これで袋のネズミですね。油断はするな。賊がネズミとは限らん。はっ。さすがに手強いですね。ならこっちも戦力を揃える。牢獄はどこ？この階にあるはずですが、囚人たちを巻き込むのですか？そうよ。利用できるものは利用する。なんだ貴様らは。片付いたみたいな。行くわよ。今から檻を開ける。全員でこの島を出る。マジかよ。二手に分かれて表門と裏門へ向かえ。門を突破すれば船が手に入る。でも大魔師が守ってるんだろ。ここから生きて出られたのはバン・アイ・フリードって海賊だけなんだぜ。やつだってメルキオルとかいうジジイ大魔師が連れ出したんだ。自力で出たわけじゃねえ。海賊アイフリード、メルキオル。強制はしない。この檻の中で生きたいやつは残ればいい。俺はやるぜ。どんな目が出ようが。やってやる。今より帰って家族に会うんだ。俺もだ。おう、開けろお姉ちゃん。悪党にはちょうどいいバッチだ。まずい餌にも飽きたしな。シアリーズ、
魔女を殺せ。他の牢も開けろ。これで警備の目はあいつらに集まる。こっちは監視塔を探すわよ。塔から外周道に降りて港に抜ける。共に戦うのではないのですね。言ったでしょ、利用するって。あんたは逃げないの？タイマシたちを甘く見るな。みんな犬死に、いや、ご無事にだ。ここを管理してる清涼とやらはそんなにすごいって？すごいどころじゃねえ。タイマシたちの清涼は今やミッドガンド王国と一体になって世界を牛耳る組織。ゴーマになっちまった人間は容赦なく狩られる。逆らうのは世界を敵に回すのと同じことだぜ。その頂点、ここに捕まったのは運が良かった方さ。化け物になっちまったが命はあるんだからな。私の餌になるまではね。情報提供どうも。万一ここを脱出できてもシャバには強力な精霊を従えたタイマシが何千人も待ってる。助かる道なんて絶対にないぞ。そんな道なんて求めてないわ。アルトリウスを殺せればそれでいい。
詫び物しかえん。なんじゃの主らは、すやっと安眠しとるわしを起こしよってからに。まさに極楽から地獄と思ったらマジ牢獄じゃし。この切なさ、わかるじゃろ？あなたは。よう聞いた！自分で言うのも嬉しいが、わしこそは発光視界を股にかけ、ドラゴンも笑う大魔法使い！その名も、マジギギカミルディンドディンノルルンドゥ、略してマギルーと覚えおけ。マギル？違う！隣の客はよくカキ食う客だの、カキ食うのアクセントでマギルーじゃ。あ、各力説しても分かり合えぬ。人とは悲しいものじゃって。ま、どうでもいいかの。背後を取られた。あいつは。やはりここは特別監獄。囚人一人とで油断はできませんね。大魔法使いと名乗っていましたが。あいつ、精霊を使役してた。いいえ、精霊の気配はありませんでした。ただの人間のはずです。なら、魔法使いじゃなくて奇術師ね。次に仕掛けてきたら種ごと潰す。それで終わりよ。
Thank you.